こんにちは、下川津です。今日はちょっと久しぶりにコストコでお買い物します。いつも買ってる商品だったり新しい商品いろいろ見ていこうと思うので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。ワイプ、顔ワイプ。ワイワイってどこ？怖い怖いってどこ？怖いわけどこ？ あっちだよ、あっち。あっちにも怖いお化けいる。見る？うん、起きたらなんか何もなんない。クリスマスツリーがもうあります。早すぎです。チャミスルやってる。え、しかもウォーターメロンとライチ、ピーチ。美味しそう。え、オレオのカップケーキが売ってます。初めて見た、これ。初めて見た。いただきます。どう？うん、外国のシナモンロールの味する。ちょっとパサッとして。このコストコのエッグタルト食べてみたいんだよね。美味しそうじゃない？美味しそう。これ買おうかな。うん。こちらのサーモン買います。ポークベリーの焼肉ボーンレスリンドレス。ロティサリーチキン、めっちゃ安い。今卵不足なので、オーストラリアはこちらの卵は1カード1卵1カード1卵わかる？まあ一家庭1個みたいな。そうそうそう、一家庭1個までです。おいしい？ラップが安くなってました。見て、キムチチーズライスボールだって。これめっちゃおいしいじゃない？うまそう。これ使ってみたい。結構紹介してください。ビビゴだよ、しかもパクソジュンのビビゴ。知ってますよ。ないないかい。いつも買ってるタスマニアのリンゴジュース。美味しそう。でかー。それ何、2個になってる？そう、2個入ってる。大きいですね。そう、味噌汁売ってる。味噌汁風30食で10ドルって安くない？ね、光味噌です。光味噌いつもお世話になってます。買おうかな、これ。うん、おいしそう。じゃーん、カピカピだね、顔が。なくんはいつものホットドッグ、ソフトドリンクついてくるから。私はタピオカです。バルーティー。うーん、なんでいっぱい食べたの？なんだ、チキンバーガー。これマヨネーズがすごいたっぷり入ってる。あのさ、いつも冬にあったさ、クラムチャウダーなくない？今年。あ、ビーバーなかった。あのでかいパンに入ってる。そうそうそう、パンに入ってるさ、クラムチャウダー。あれすごい好きなんですけど、今年はないです。はい、ということで帰宅したので、今から購入品紹介をパパッとします。値段はここら辺に出しておきます。まずは、いつも買ってるディナーロールです。で、今回冷凍食品は1個だけです。こちらビビゴのライスボール、キムチ&チーズ。これね、ちょっと気になるので後でチンして食べてみたいと思います。そして今回これ初めて買ってみました、コストコのエッグタルトです。タレ、ちょっとなんか汁みたいのが12個入ってます。これもちょっと後で食べてみたいと思います。はい、そしてこちら卵です。卵はコストコが一番安いですね。
もう最近本当に卵ないし高くて困ってます。なのでこうやってコストコで一気に安く買えるのはめちゃくちゃありがたいです。はい、次、いつも買ってるタスマニアのリンゴジュースです。このリンゴジュース美味しくて大好き。こちらはまあコストコのおすすめ商品と言っていいでしょう。チョコレートプレッツェルね、これ一回食べたら止まらないやつです。今回これも初めて買ったというか初めて見たチキンパウダーです。ラックンが喜んでます。これ1キロ入ってるのかな。はい、買ってみました。こちら蜂蜜です。1キロ入ってます。はい、これもいつも買ってるチーズです。1キロのやつが2個ついてて2キロ入ってます。はい、そしてこちらも初めて買ってみました。ツナ缶16個入ってます。ツナ缶いつもスーパーで1個ずつ買ってるんですけど、なんかめんどくさいからもう一気に買ったら楽だなと思って買ってみました。そしてこちらもよく買う甘栗です。これまあおやつにぴったり10個入ってます。そしてこちらです、ローストチキンね、1羽。久々にコストコのやつ買ったね。これ1羽7ドルです。めちゃくちゃ安い。この前さ、ウールワース行った時に見たのが12ドルだったじゃないですか。だからスーパーより安く買えます。次、これもたまに買うビーフジャーキーです。あとね、これ初めて見たんだけど、日本のお味噌汁インスタントのやつですね。光味噌の長ネギ、わかめ、油揚げ、豆腐が入ってますね。全部で30色。これで10ドルぐらいだったかな。なんか安い気がして買ってみました。はい、そしてうちがいつも買ってるキューピーマヨネーズ1キロです。キューピーのマヨネーズはコストコで1キロ買うのがお得だと思ってます。続いてこちらもうちがいつも買ってるキッコーマンの醤油です。2リットル入った業務用みたいな感じのやつです。これは小さい瓶に移して使ってます。続いてサーモン買いました。よくあるコストコのサーモンよりこの皮ついてて一個ずつ切れてるやつの方が安いんですね。これが1キロ入って47ドル。続いて豚肉ですね。ポークベリーの焼肉って書いてあるんですけど、まあ薄切りですね。こちらも小分けにしてちょっと冷凍するんですけど、 1.5 キロで 37.95 ドル、1キロ 23.99 ドルでした。この薄切りをね、出してくれるの嬉しいですね、日本人にとっては。あとね、パナドール買いました、今回。このパナドールっていう薬は、何でも効く。まあ、痛み止めとか、風邪薬とか、何があっても、オーストラリア人はこれを飲みます。病院に行っても、これを飲めと言われる薬です。はい、そして、ワイプ、お尻拭きですね。これ、トイレに流してもいいタイプのやつで、今回セールだったので買いました。はい、そしてラップがね、今回セールで安くなってたので買いました。オーストラリアのラップはすごい切れにくいんですね、普通の小さいラップだと。なのでうちはいつもこのピーってやって切れるやつがついてる大きいバージョンを買ってます。それでも日本のラップに比べると切れづらい、使いづらいです。はい、続いてじゃーん、こちらアビーノのボディローションですね。保湿クリーム1リットルのが2個セットですね。かなり大きいサイズです。オーストラリア乾燥するのもそうだし、もう妊娠してからめちゃくちゃ体乾燥してて、もうボディクリームの消費がすごい激しいので、この大きいの、まあみんな使えるしね、買いました。そしてこちらも妊婦には必要な生理用品ですね。ライナー、織物シートみたいなやつ、これも大きいの買いました。で最後、今回ハギーズのおむつがセールで安かったんですね。なので赤ちゃん用のおむつを買いました。じゃーん、こちらですね、新生児用のサイズ1。もうこれの他にもおむつ買ってるので、きっと十分足りるんじゃないかなと思ってます、しばらくは。今回レシートこんな感じです。はい、結構長いね。合計440ドルでした。意外とお会計金額いっててびっくりしました。まあおむつも買ったし、サーモン、お肉らへんも買ったじゃん。なのでちょっと高いですね、今回は。
いや今からこのベビゴのねキムチチーズおにぎり食べてみたいと思うんですけど、こんな感じで小分けで入ってました。これが10個入ってますね、はい、これ今からチンして食べようと思います。電子レンジで2分。私よく日本のコストコ動画見るんですけど、めっちゃ羨ましい日本のコストコ。前回日本帰国した時にコストコ行きたかったんだけど行けなかったんだよね。なのでたまに日本の YouTuber の人たちがコストコ行って購入品紹介してるの見るんですけど、それがすごい楽しいです。日本とオーストラリアコストコ置いてるもの結構違うじゃないですか。だからいつもいいなって思いながら見てます。日本のコストコ行きたい。できました。本当だ、すごいね。熱い、チーズ伸びるんちゃう。めちゃくちゃ熱い。これ絶対食べれないんだけど。いただきます。熱くてチーズまでたどり着かない。あ、でも結構辛いかも。美味しい、辛い。さすがやっぱ韓国のブランドだから、しっかり辛いです。小腹空いた時にちょうどいい、これ。それではこのコストコのエッグタルト食べてみたいと思います。いただきます。うん。いい音。あったかい。うん、美味しい。いや、すごい甘いんだけど、すごいザ海外のめちゃくちゃ甘いって感じじゃない。これ美味しいね。はい、ということで以上コストコ動画でした。最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。コメント、チャンネル登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。